9月22日午前8時45分、地方裁判所、被告人第三控室。なるほどさん、おはようございます。しずくさん、今日も花嫁衣装脱がないんだね。ライトさんと添い遂げるまで脱ぐわけにはいきませんから。あ、なるほど、そういう理由でずっと着てるんだ。はぁ、じゃあそしたらだんだん純白じゃなくなってくるよ。なんか色がね、汚れて。それがまあ覚悟みたいなところか。お、ライトさん来たね。なんかね、ライトさんの本心が見えないというかさ、どこまでこのしずくさんに対して思いがあるのか。お、ひょっとして心配で来てくれたのかな。ライトさん、私のためにわざわざ法廷に。この場面こそ、きちっと化粧してきちっとね、ビシッとした姿で会えばいいのに、なんでフライパン取り出すの。私のためにわざわざ法廷に、私、感激です。設計図。え？エンジンの設計図が見つからない。どこにある。ああ、設計図なら、お部屋の棚の下から3番目の右端にあります。すげえな。そうか、もうこの、ね、しずくさんが全部管理してる、まあ、家政婦として、そうか、わかった。行っちゃったぞ。それだけ？ああ、なんかちょっといまいち読めないな、ライトさんは。まさか設計図のことを聞きに来ただけなのかな。冷たいのかマイペースなのか。うー、ライトさん、私のことなんて。しずく、なんだ、戻ってきたぞ。これは早く帰ってこい。君がいないと俺は困る。これがライトさんの精一杯の、不器用なライトさんの精一杯のこう、なんつうのかな。ライトさん。あー、まあなんか、まあ、うまくいってるのかな、これはこれで。じゃあ、まあまあまあ、でも、そうだね。そりゃそうだ、結婚するぐらいなんだから、やっぱそれ、ぐらい愛情があるってことなんですよね。なるほどね。ああいうところに女子はズキュン、ズギュンと来るんだね。見習わないとだよ。なるほどくん。知らないよ。ツンデレってやつなのかな。あれが。俺もよくわかんねえ。とにかくライトさん、不器用なだけで、しずくさんのことをちゃんと思ってくれてるんだな。そうですね。多分だから設計図うんぬんかんぬんじゃなくて、ただただそれを伝えに来たんだけど、ああいう伝え方になったんだな。なんか安心した。そうだね。ちょっと人間的なところ見れてよかった。若干なんかライトさんも怪しいと思った節があったからさ。まあ、これで多分、それはないなと。なるほどさ。私、やっぱり有罪になるわけにはいきません。うん、君の身の潔白、必ず証明してみせるよ。そうだな。まあ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 、怪しい点はいっぱいあるから、その点をこう追求していけばいいのかなっていうふうには思いますしね。ちょ、気になってんのがさ、どれだっけな。まあまあ、これはもちろん気になるんですけど、まあ、これだな。なんか後頭部を殴られたのにしてはなんかちょっとおかしな感じしますし、あとなんか花びらが、この披露宴会場にはないような、その花の花びらがあると。まあ、なんでね、ひょっとしたらここで殺害されたんじゃない可能性もありの、あとその、しずくさんがずっと言い続けてる、なんだっけ、タイムトラベルしたと。そこがちょっと今回の
まあ、争点でしょうかね。あの証拠品見る限りだと。はい、よろしくお願いします。まあ、あとまあ、問題なのは、もう逆転裁判シリーズ一番の爆弾と呼ばれる、まあ、事件の陰にやっぱりやはりの、やはりだな。相手はミツルキか。あいつのことだ。手加減なんてするつもりは全くないだろうな。こっちも雫さんのために、全力でやらせてもらうぞ。何がロジックだと。ロジックチェスとかかましてくんのかな、ギャリー。ミツルキさん、お得意のロジックで。まあ、こちらもね、ハッタリで対抗していこう。根拠のない自信。これより、大粒雫の法廷を改定いたします。弁護側は準備完了しています。検察側は元より。こうして懐かしい面々が一堂に集うと、まるで同窓会に出席している気分です。まあ、裁判長はまあ同窓会というよりも、ちょっと違う気がしますが、一杯やりながら思い出話に浸りたくなりますな。お、賛成。私、久しぶりに日本の味噌ラーメンが食べたいな。まあ、でもそうか、迷いちゃんとかもね。まあ、確かにそうだね。糸の子さんもここにいたらな。またちょっと面白いんだけどな。まあ、迷いちゃんの帰国祝いも兼ねてなら、いいかもしれないな。なあ、みつるぎ。私は敵と慣れ合うつもりだと、妄想ない。なるほど。そういう感じできますか、もう。裁判長、早々に審理に移っていただこうか。ほっほっほ、冗談が通じないところは相変わらずですな。ふ、法廷にユーモアのセンスなど、無用の長物です。じゃあ、ミツルキ賢者抜きでパーティーしようか。そうだね、あいつ来たくないみたいだからみんなね、抜きで。審理が終わった後なら、考えぬこともない。どうやら来たいみたいですね、ミツルキさんも。その帰国祝いとやらの出席もな。誘ってくれても一向に構わないか。素直に出たいって言えばいいのに。それでは水木健二、事件の説明をお願いします。被害者は米倉誠司、歯車航空の使用人の一人である。当日午後7時から午後10時まで行われた披露宴に出席していた。彼は大粒雫に恨みを抱いていたようであり、披露宴が終わった午後10時過ぎに被告人を殺害しようと襲いかかった。それに対し被告人は反撃を行い殺害したと考えられる。つまり正当防衛ということですか。だとすると刑事上の責任を問われない可能性があります。そうだ、最悪でも正当防衛が通れば罪は免れる。ミツルギさんは正当防衛で来るんですかね。不利な裁判のはずだが、ミツルギのやつどうするつもりなんだ。まずはその点について検察側の見解を示したいと思う。わかりました。わかりか、最初の証人を呼んでください。まあ多分あかねさんとかなのかな。あ、やっぱそうだな。あかねさん忙しいね、なんかね出ずっぱりでね。証人、名前と職業。ほおずきあかね、科学捜査官です。三菱健二さんと、同じ法廷に立てるなんて光栄です。そうだね。なんかさ、蘇る逆転で、なんかいつか、法廷に立したいですね、みたいなニュアンスのこと言ってたような気がする。そっか、ついに立てたと。む？そういえば、あかねちゃん、ミツルギのファンなんだっけ？なるほどさんにはお世話になってますけど、今回ばかりはもちろん、検察側に有利な証言しますから。まあ、どっちに有利とか、事実だけ述べてくれればいいんですよ。全面的に、期待している。はい、頑張ります。なるほどくん、どうにも人気で負けちゃったみたいだよ。気にしてないさ。それにこの裁判で勝てば、あかねちゃんも僕のことを評価し直すはずさ。
思いっきり対抗意識燃やしてるね。大月刑事、証言をお願いします。まあまあまあ、珍しいからな、三木さんがまずこういう場に立つことがさ。凶器はタイムマシンと呼ばれる仕掛け時計です。あ、ライトさん、お手製の。被害者は背後から殴られ、そのまま灯籠の中に倒れ込んだようです。背後から殴られ、そのまま灯籠の中に倒れ込んだ？にしてはなんかちょっと向きがおかしくないですか？おかしいよね。事件はあの場で起こったって思われてるわけですよね。披露宴会場で。ここでね。で、背後から殴られてそのまま灯籠の中に倒れ込んだ。にしては向きがおかしいですよね。まあいいや。その直後、死体の前で凶器を持ち、佇む被告人が目撃されています。ちなみに被害者は2回殴られていたようです。2回？初耳だな。2回殴られたんだ。2回殴られていただって？はい、間違いありません。2回とも後頭部？1回目は後頭部。一撃で気を失うくらいの強さで殴られています。被害者はこの一撃で動くことができなくなったと思われますが、2回目の打撃が加えられています。じゃあ、お分かりだろうか。あのなんかさ、これだ。雫さんが言ってたんですけど、そのなんか、米倉さんに襲われた時に、なんか米倉さんを背後から殴りつけた人がいたと。誰かわかんなかったけど、それが一撃目かな。2回殴られていたこの事実は、被告人に残されたわずかな希望を完膚なきまでに打ち砕くのだ。あ、正当防衛、というわけではないよね。だってもう相手が、気を失ってる中で、さらに一撃を叩き込んだってことは、法つまり、被告人は確かに襲われたために反撃をしたのでしょう。しかし、倒れた被害者に対し被告人は、とどめの一撃を加えたのです。まあ確かにこれが本当だとしたら、まあ正当防衛は成り立たないかな。なるほど君、これって、明確な殺意が。なるほど。これで正当防衛という逃げ道は断たれたのだ。検察側は被告人が明確な殺意を持って被害者を殺害した。そう主張するものである。なるほど。その事実は確かにそれを物語るかな。遅ればせながら解剖記録を提出しよう。遅いわ。うおぉ。あいつの余裕は、これがあったからか。まあいいじゃない。最初から正当防衛なんて主張するつもりないんだし。まあそうだね。確かにそうだわ。完全無罪。そりゃそうだけど、裁判長の心証は悪くなったぞ。そうだね、そもそもだって、殴ったっていうことは言ってないから、雫さんは。殴ってないんだから。ただ、死体を見つけただけなんだから。ふっ。水剣。腕はなまっちゃいないみたいだな。最初から飛ばしてくるな。なるほど。2回殴られたってのはちょっと気になるな。それでは弁護人、尋問をお願いします。事件の説明。凶器はタイムマシンと呼ばれる仕掛け時計です。はいはい。凶器は本当にタイムマシンだったのかな？はい。被害者の頭部の打撲痕と凶器の形状が一致しています。重量もあり、十分な殺傷能力はあります。そんな重量のあるものが被告人に振り下ろせたのかい？私も持ってみましたが、なんとか持ち上げられました。それは宝月刑事の腕力が非常に強いからでは。なるほどさ、ちょっと失礼じゃないですか。
だまた評価が下がってしまう、奈良岡さんに対しての。これでも、細腕科学捜査官で通ってるんですよ。ごめん。細腕まあでも確かに痩せてるとは思うけど。やれやれ。僕は法廷だ。いつものノリは後でやってくれ。すみません。まったくもう。じゃあ、続けますね。まあ、女性に対してそのワードは禁句だったか。被害者は背後から殴られ、そのまま、灯籠の中に倒れ込んだようです。これさ、これは、おかしいと思うんですよね。一回ちょっと揺さぶってみるか。確か被告人は被害者に反撃したはずだよね。反撃したなら正面から殴るんじゃないかな。反撃されると分かった被害者は逃げようとしたんでしょうね。そこを背後から殴られた。あー、なるほど。なるほど、それで後頭部。被告人はよっぽど怖い顔して凶器を振り上げたんでしょうね。それはどうかな。怖い顔かは置いといて、被害者は背後から殴られた。進めていいですか？あ、うん、お願いします。これはちょっとね、いけると思うな。ちょっと待って。そのまま塔の中に倒れ込んだとか言われちゃうとちょっとね、この写真とちょっと、矛盾が生じちゃうんじゃないでしょうか？あかねちゃん、前もって謝っておくよ。え？憧れの蜜月の前で恥をかかせてしまうことになるからね。まだまだここに立てるような、刑事にはなってないということでね、どういうことですか。現場写真を見ると、被害者は仰向けに倒れている。ところが、あかねちゃんの主張のように背後から殴られたのなら、だから、まあ、確かに後頭部から殴られたのは殴られたんだろうけど、後頭部殴られた後に、ここに置かれたっていうことになるのかな、じゃあ。状況的に言ったら。うつ伏せの状態で灯籠に倒れ込むはずだよね。不自然ですね。あかねちゃん、ミスルギなんかの味方をすると、ろくな目に合わないよ。まあ、それは分かれませんけども。ふむ。どうやら、ホーズイ刑事の主張に、不備があったようです。なるほどさ。ここで簡単に引き下がる、あたしじゃないですよ。あかねちゃん、今日はやけに粘ってくれた。それ憧れの人の前だからね。私も殿様が見に来てたら、張り切っちゃうよ。憧れの人殿様なの。なるほどさん、いいですか。被害者が倒れ込んだ後に、被告人が死体を動かした可能性もあるはずです。なるほど、そう主張するか。それなら矛盾しませんよね。確かにそうかもな。うむ、宝月刑事、いい反論だ。それは思ったからな、確かに。後頭部殴られて、その後にこう、でも、実際その親族の人が、しずくさんを見たときは、しずくさんは手にタイムマシンのあのね、あれを持ってて、わかんない。まあ、それが、どういう状況でやったかわかんないからな。殴って倒れた後に、被害者を動かして、その後にタイムマシンを持って、で、そこを親族に見られたかもしれないからな。なんとも言えないか。さあ、なるほどさん、どうですか？どうしよう。そうだな、動かされた可能性は、このさ、なんかさ、ついてるのってなんだっけ？これ花びらだっけ？花びらとかがさ、こう、なんて言うんだろう。ついたりしてるから。なんか、まずこの、被害者の体の上に物が乗ってる時点で、動かされてないでしょ。
倒れて、灯籠壊れて、で、いろいろ物が落ちてきたわけだから、上に乗ってるって時点で動かした形跡はないんじゃないかな。ない。いや、その可能性はないよ。根拠は何ですか？上にね、だから物がさ、こうなんつうの、花とかが乗っててさ、あれ違う？なるほどさ、そこが何か。え、あ、いや、その、あれ違うかな？花じゃないのか。まあ、花は確かに関係なさそうだな。ああ、でもだから、灯籠の部品だよな。だから、灯籠の部品が、死体の上にあるってことは、この辺かな。灯籠の部品が、死体の体の上にあるってことは、死体が倒れた後に灯籠が、灯籠の、が壊れて下に落ちてきたってことになるから、つまり動かされてないよね。動かされたんだったらその、もの、上に乗ってるものとかも、溶かされてるはずだから。破片が下に乗っかった状態で動かせば、当然破片は落ちるはずだ。しかし見ての通り、破片は死体の上に乗ったものです。つまり死体は灯籠が壊れる前から仰向けの状態だったはずなんだ。ああ。あれ、なるほどくん。でも、それだと。被害者はいつ殺されたことになるのかな？そういうことになるね。あくまでも雫さんは、灯籠を動かしてたら、灯籠が倒しちゃって壊れて、死体を見つけたわけですよ。だからすでにもうその時には殺されてたわけで、殺された状態で灯籠に入れられてたんですよ、多分死体はね。死体というか、まあ、米倉さんは。だから、どっかで殺された後に、そうだね。だから別に披露宴で殺されたわけじゃないよね。披露宴の最中って灯籠は壊れてなかったんだよね。ああ、この事実は事件の前提を覆すことになるんだ。灯籠が壊れる、その前に、事件は起こってたわけだから、被害者が殺害されたのが灯籠が壊される前ということは、披露宴の前から死体は灯籠の中にあったということになる。恐ろしい、恐ろしいことにね。つまり、牛刺すの中に入ったところになりますから、被害者は披露宴前に殺害されていた可能性があります。披露宴前、披露宴前か。ってなるとさ、検察側が出してきたさ、あれってもうすでにおかしいんじゃないの、その記録自体が。披露宴中の事件だっていう風に言ってましたもんね。午前7時から10時だっけ。それがもう、午後10時から、午前1時。ん？午後10時から午前1時。あ、まあいいや。だから別の場所で殺されたことになるよね。披露宴の後、死体の前で発見された被告人は、殺害直後の様子ではなく、被告人が主張する通り、死体をたまたま見つけてしまった時の様子だったのです。その時に殺されたわけじゃないってことだ。ふん。犯行時刻が披露宴の前だろうが後だろうが些細なことだ。会場の準備をしていたのは被告人だ。殺害が披露宴前だとしても、被告人への容疑は揺るがぬ。いや、だったら別に被告人以外のものにも犯行は可能ってことになるんじゃないの。別に披露宴のあの瞬間じゃなくてさ、披露宴前に殺害した被害者の死体を披露宴後に灯籠に隠しただけだろ。それをわざわざさ、見つけたら自分が怪しまれるってわかるわけじゃん。わざわざそんなことしないんじゃないですか。じゃあ普通、もしも披露宴前に雫さんが殺していたんであれば、わざわざ自分で灯籠ぶっ壊して、死体を見つけて、で、それで自分が怪しまれるようなさ、ことはしないでしょ。
いや、それは考えられません。ならば披露宴中どこに死体を隠していたのでしょう。それは。そして犯行時刻が変わることである可能性が生まれるのです。なんだと。雫さんが披露宴会場で犯行に及んでいないのなら、誰かがどこかで死体を灯籠に入れたことになります。ふむ、死体が勝手に灯籠に入るはずありませんからね。そうだね、その通りです。つまり犯行時刻が披露宴前になったことで生まれる新しい可能性、それは披露宴ではないわけですよ。披露宴会場ではなく、殺されたのは別の場所っていう可能性もありますよね。まあ、だからこそ、その この披露宴のこの場にはないような花が写真に写ってて、そのなんていうの、灯籠の中にあったわけで、多分そういう意味合いなんでしょう、あの花は。死体が灯籠と一緒に別の場所から移動された可能性もあるはずだ。あ、確かにそうだね。なるほど、そういうからには証拠を提示することはできるのだろうな。もちろんです。あー、やっぱあの花か。現場に残された真の殺害場所の形跡を示す、あー、あの花ってどこの花だっけ、どっかで見つけなかったっけ